ゴドフリーネラーによる肖像画第四代順弾尺サートマス・ハンマーはイギリスの政治家。1714年から1715年まで庶民院議長を務めた。二度目の結婚相手がトマス・ハービーと駆け落ちしたことで当時の話題になった。その他にウィリアム・シェイクスピアの作品を編集した人物の一人としても知られている。1770年代のベティス・フィールド。 ウィリアム・ハンマーとペレグリン・ノースの息子として生まれた。ウェールズのレックサム近くのベティスフィールド・パークにある祖父、第二代順弾尺、トマス・ハンマーの邸宅にて、夜10時から11時頃に生まれた。父ウィリアムはトマスが幼児の頃に死去し、トマスはベリー・セント・エドマンズ、ウェストミンスター・スクール、オックスフォード大学、クライスト・チャーチで教育を受けた。ハンマーの指導教員は、 ロバート・フレンドであり、フレンドは1699年に、ウェストミンスタースクールの副校長に任命され、1711年から1733年には、校長を務めた。しかし、ハンマーの LLD の学位は1705年に、ケンブリッジ大学で、コム・デックにより得たものである。1701年、おじにあたる、第三代順段シクサー・ジョン・ハンマーが決闘により死去。 子供を残さなかったためトマス・ハンマーは順断尺を継承した。トマス・ハンマーは公共会派でトーリー党に所属しており、1701年から1702年までセットフォード選挙区の議員を務め、以降は1702年から1705年までフリントシャー選挙区の1705年から1708年まで、セットフォード選挙区の1708年から1727年まで、 サフォーク選挙区の議員を務めた。1714年2月に全会一致で庶民院議長に選出された。当時の政府はトーリー党政権だったが、トーリー党はハンマーのようにプロテスタントの王位継承を維持しようとした党派とジェームズ・ロー・シ王を支持するジャコバイトとで分裂した。1714年8月にアン・ジョ王が死去すると王位を継承したジョージ一世は、 ホイック等のみで構成される政府を任命。1715年1月には、庶民院員が解散された。続く1715年イギリス総選挙の後、ハンマーは、庶民院員議長選挙に推薦されず、代わりに、スペンサー・コンプトンが1715年3月17日に、議長に選出された。ハンマーは議長になれなかったものの、その後も1727年まで議員を務めた。 1717 17年に大太子ジョージに接近して、トーリー島の復権を目指したが失敗。トーリー島は、以降1760年にジョージ三世が即位するまで公職に就けなかった。1722年、母の出身地であるサセックスのミルデンホールに、私立級品位を創設した。また、百三十九年に創設されたステゴ養育院では、初代総裁の一人であり、 後に芸術の中心地にもなった。ハンマーのシェイクスピア全集はフランシス・ヘイマンと言えるイコールフランソワ・グラブロによる36枚の総画があり、1743年から1744年にかけてオックスフォードで出版された。ザ・ケンブリッジ・ヒストリー・オブ・イングリッシュ・アンド・アメリカン・リテラチュアによると印刷と想定が見事だったため値段が急ギニーまで上がり、 一方、オーバートンの番は18シリングだったという。しかし、ハンマーの編集は、アレキサンダー・ポップの番とレイス・セオバルドの番から取ったものと、自身の推測も含まれており、しかもどの部分が他人の番から取ったもので、どの部分が自身の推測であるかが明示されていなかったため、現在では評価が低く、ザ・オックス・フォード・シェイクスピアの編集者は、ウィリアム・シェイクスピア、 エーテクスチュアール・コンパニオンが18世紀においても悪い出来と告評した。また、ハンマーはシェイクスピア全集の出版でポープの風刺師の対象になり、区物列伝ではモンタルトという名前で登場。客中で巧妙な人物で偉大な作家のカビナ全集を自腹で出版する予定であると紹介された。なお、ハンマーの編集には価値がある部分もあり、 後の版でも採用されたものがある。1746年に、ミルデンホールで死去、ハンマーで埋葬された。二度の結婚とも後継者が生まれなかったため、順断釈位は断絶した。ハンマーの一人目の妻イサベラとボーフとの間の息子、チャールズ・ゴドフリー・ネラー作。1698年、初代アーリントン伯爵ヘンリー・ベネットの娘及び、相続人で、 初代グラフトン公爵ヘンリー・フィッツロイの未亡人、イサベラと結婚した。イサベラが1723年に亡くなった後、ハンマーは1725年にエリザベス・フォルクスと結婚したが、二人の年齢差が大きく、エリザベスがシェイクスピアを好まなかったこともあり仲は良くなかった。結婚から数年後、エリザベスは初代ブリストル伯爵、ジョン・ハービーの息子、トマス・ハービーと、 駆け落ち、さらに息子、トマスまで儲けた。以降、ハービーとハンマーは、エリザベスの父の遺産をめぐって、長年の法廷闘争を続けた。エリザベスは1741年に死去した。ハンマーはハービーを、起訴すると脅したが、結局ハンマーが訴えを起こすことはなかった。ありがとうございます。